前回の成り上がり物語は、世界からのしごき、映画オタク、プロボラ志望兵で、ついにプロ入りしたおじゃいさん、この時点で25歳と、かなり特殊な例ですが、ここからどうやって成り上がっていくのか、それでは続きどうぞ。25歳でプロ入りし、最初のフリーバッティングの時、後ろから声が聞こえた。あんな打ち方じゃ、プロでは通用せんわ。そうだね。じゃあなんで俺を取ったんだ。声の主は、山内監督と、前年まで監督をしていた、400勝投手、金田正一さんだった。それでも後に監督は熱心に指導してくれたが、こうビュッとやってドーンって感じでだな。どうもピンとこないな。監督、もしダメなら首で結構ですので放っておいてください。え？そしてある選手が目に留まった。よいしょ。土井さん、なんて柔らかいバッティングをするんだ。この人の真似をしよう。この後試行錯誤を重ねて神主打法が完成したんだ。ここから結果を残し始めた。ふっ。3年目には首位打者に、そして4年目には3割2分5厘、32本、99打点という成績で三冠王に輝いた。よし。28歳での三冠王は史上最年少だった。しかし三冠王はすごいけどさ、なんか数字が物足りないよなという声もあった。翌年も首位打者を取ったが、チームは最下位。さらに翌年はいい成績だったものの、ノンタイトルに終わってしまったんだ。なんだかな。そんな俺を見かねたのか、妻が動いた。もっと太ったらどう？大きなのつ人はみんな太ってるじゃない。ほら、たくさん食べな。多いよ。たくさん食べるようになり、あっという間に体重は10キロ近く増量。すると打球がよく飛ぶようになった。よっ、え、軽く振っただけでこの飛距離？これは今年はいけるかもな。自信をつけていたが、妻は俺にさらに追い打ちをかけた。世田谷に20億の家、15年ローンで買ったから。はぁ？こんなローンすぐ返済できるぐらい活躍してね。これはもう打ちまくるしかない。うわぁ、おっしゃい、また打ちました。覚悟を持って挑んだ1985年、打ちに打ちまくった。3割6分7厘、52本、146打点という異次元な数字で2度目の三冠王を獲得。その翌年も勢い衰えず、3割6分50本、116打点で3度目の三冠王に。これはもちろん史上初で、2年連続50本塁打も史上初だった。よく頑張ったわね。25歳のプロ入りではあったが、こうして唯一無二の選手となることができたんだ。3度目の三冠王を達成したが、チームは B クラス。シーズン終了後、尊敬する稲尾監督が解任されることに。稲尾さんがいないならロッテに居続ける理由はないな。これがきっかけで1対4の大型トレードに中日に移籍することになった。中日に移籍してからもホームラン王や打点王を獲得し、年俸は上がり続けたが、1991年2月の契約更改。おじゃい君、来年の年俸は2億2000万円で頼む。嫌です。嫌です。契約に合意せず、俺は日本人選手としては初めて年俸調停を行った。落合という商品価値はいくらなんだということを聞きたい。結局最後は元の2億2000万で落ち着いた。もっと頑張るか。よっ。この年再びホームランを獲得し、ついに年俸は大台の3億に。これはプロ野球初だった。今どのようなお気持ちですか？これからのプロ野球は3億4億の時代になるぞという一歩やっと踏み出せたんじゃないかなと。そして1993年オフ、できたばかりの FA 制度を使い巨人へ移籍した。なぜ巨人に？長嶋監督を胴上げするために来ました。小さい頃からの憧れだった人と共に戦いたかったからだ。そしてその言葉通り、3年間でリーグ優勝2回、日本一1回、巨人の中心選手として活躍した。1995年には2000本安打を達成したが、迷宮帰りは辞退した。そこを目標にやってたわけではないので、わがまま言わせてもらいますが辞退します。43歳のシーズンとなる翌年も活躍し、3割1厘、21本、86打点、43歳での打率3割超えは史上最年長記録だ。この調子ならまだまだ巨人でやれそうかな。そう思っていたが、状況は一変した。巨人は俺と同じファーストの清原を FA で獲得するという話を聞いた。それだけならまだしも。麦原君、うちに来るなら、おじゃいは退団させよう。はあ。というやりとりがあったらしい。俺は清原待ちなのか。球団と確執が生まれ、清原の巨人入りも決定。長嶋監督は小さい頃からの憧れの人だったもんですから、自分か清原くんを使うかで、これ以上長嶋監督の悩む顔は見たくないので、自ら退団を申し出て自由契約となった。その後ハムと契約を結び、現役最後の2年間が始まった。新天地でさらにもう一花咲かそうとしていたが、前年の左手骨折から無理に復帰したこともあり、体のバランスが微妙にずれていた。調子は上がらず、2割6分2厘、3本、43打点と前年から大きく成績を落としてしまった。くそ、来年で45歳になる。もうなりふり構っていられない。翌年はこれまでずっと素手だったが、左手に手袋をはめ、デーゲームではサングラスをつけるように、とにかく必死だった。ふっ。オープン戦で結果を出し、開幕4番を勝ち取ったんだ。だが4月下旬に右親指の付け根を痛めてしまい、戦線離脱。復帰後は代打起用が中心となった。ここまでか。この年のシーズン最終戦が引退試合となった。
落合、スタメンで出るか？いえ、大丈夫です。スタメン打診を断り、5回途中で代打出場。プロ初打席も代打だった。代打で始まったプロ野球人生、最後も代打で終わろう。結果はファーストゴロ。こうして俺の現役生活は幕を閉じた。落合、本当にありがとう。最高の選手だったぞ。いつも理不尽な何かと戦い続ける野球人生だった。だが自分の考えを曲げず貫いたこの20年間をきっと忘れることはないだろう。